さあいよいよ両チームのコーチそして選手が東京ドームに姿を現します。まずはコーチの皆さんです。平田勝雄背番号78、水口雄一。さてまず阪神タイガースのコーチ陣が一人一人名前を呼ばれて出てきます。佐塚さん、阪神タイガースは球団89年の歴史の中で初めての連覇を狙うというシーズンですね、うん。まあ、連覇というのはね結構厳しいというところはありますけどね、でもやっぱりメンバー変わらずここの選手の、去年よりは、技術が上がっているか精神面も強くなっているか、まあ、その辺でしょうね、はい。さあそして選手の登場です。新外国人のゲラが登場してきました。岩崎が行ってそしてこちらが2年目19歳門別慶斗です。初めての開幕1軍北海道出身の門別、新しいタイガースの顔。岡田監督にスペードのエースとも呼ばれた桐敷拓馬です。梅野龍太郎背番号2、こちらがキャンプの MVP 初の開幕1軍岡留です。そして怪我から戻ってきましたキャッチャーの梅野。背番号4糸原健斗背番号33、左の代打として日本一に貢献しました糸原、去年の開幕スタメンの小幡です。背番号60、足のスペシャリスト上田海背番号94、15歳、32歳、バモス原口文人です。去年日本シリーズ2本のホームランノイジー、こちらも初めての開幕一軍の小野寺段、小走りで列に向かっていきました。下本浩二、さあスターティングラインナップです。日本一のリードオフマン近本浩二、今年も1番を務めます。去年セカンドコンバートで最多安打とゴールデングラブを獲得しました。森下翔太、去年日本シリーズ最多打点の2年目森下翔太が3番です。4番大山雄介、日本一の不動の4番大山雄介、今年もその定位置に座ります。佐藤輝明、ルーキーイヤーから4年連続4回目の開幕スタメン佐藤輝明。前川右京、智弁学園高校から入って3年目、高卒3年目での開幕スタメンです。前川右京、梅野が不在の間スタメンキャッチャーとしてチームを支えた坂本誠志郎が開幕スタメンです。そして恐怖の8番木浪聖也、青柳晃洋、そして阪神タイガース開幕投手は2年連続で青柳晃洋が務めます。ウルフに投手を進めます。そして阪神タイガースを率いる監督背番号80岡田明信、15年ぶりに去年阪神の監督に復帰した岡田監督のもと、普通のことを普通にやり続けたチームは勝つことが普通になり、18年ぶりのあれリーグ優勝を達成し、38年ぶりの日本一を達成しました。球団創設89年、球団史上初連覇への挑戦者、阪神タイガース岡田彰布監督です。続きまして読売ジャイアンツ監督コーチ選手の入場です。さあ続いてジャイアンツのコーチそして選手が登場します。まずはコーチの皆さんです。新岡智弘
背番号76、去年までは2軍監督を務めました。井岡、今シーズンからヘッド兼打撃チーフコーチです。村田義則、総合コーチ、背番号77、ジャイアンツに戻ってきました。宇都宮哲也、投手コーチ、そして河合正広、内野守備コーチです。そしてコーチ3年目、三塁ランナーコーチも務める亀井義行コーチ、そしてこの人もジャイアンツに戻ってきました、矢野健二打撃コーチです。実松和成、背番号88、実松和成バッテリーコーチも名前を呼ばれました。さあ選手の登場です。大勢、去年は怪我に泣いた守護神の大勢、開幕に戻ってきました。ドラフト1位ルーキー西舘勇陽も大観衆に名前を迎え入れられています。開幕3戦目の先発が有力な高橋嶺、そして来日2年目フォスター・グリフィン、明日先発が予想されています。そして赤星雄二、対戦相手阪神タイガースからやってきたカイル・ケラー、レフトスタンドから大歓声です。去年大勢不在時は9回を務めました中川浩太、去年7月にジャイアンツに加入しましたマルドナード、2年目です。去年に続いて開幕1軍、船場様広政、22年に開幕ローテーションに入って以来の開幕1軍、堀田健心です。育成出身、初めての開幕1軍、松井颯、二軍キャンプからの逆転一軍、小林誠司、ファイターズからやってきました超ユーティリティの郡拓也です。プロ7年目、岩佐大も開幕一軍、ドラフト4位ルーキーの伊豆口優太、今年の12月40歳になります。大歓声の長野久義です。プロ2年目、初の開幕一軍、萩尾雅也、足のスペシャリスト重信慎之介、2022年のドラフト1位の浅野翔吾、初の開幕一軍、21年シーズン118安打の松原、逆襲のシーズンへと誓います。激しい外野手争いもキャンプから繰り広げられ、開幕一軍を勝ち取ったメンバーたちです。さあそして続いては東京農業大学第二高等学校の吹奏楽部による演奏です。巨人軍第20代監督、阿部慎之助監督です。セプテンバーが流れる中で登場してきました。阿部監督の現役時代の登場曲です。強い巨人軍、愛される巨人軍を総監督就任体験では話しました。やってやろうじゃないかと、そう話した阿部慎之助監督です。さあ栄えある開幕スタメンです。記録ずくめの開幕スタメンです。ドラフト3位ルーキー佐々木俊介、新しい巨人のフロントページです。坂本がサードに移り、ショートのレギュラーを獲得しました門脇誠、今年から背番号5、巨人の一桁番号を背負います。かつては2度の手術がありました。乗り越えて戻ってきたベテラン梶谷、4番、パスを岡本和真、さあそしてキャプテン2年目のシーズン、チームの柱岡本和真です。そして今シーズンからサードを守ります、5番サード坂本勇人。さあ明るい
表情で坂本もハイタッチを交わします。そして新選手会長6番キャッチャー大城卓美、去年は悔しいシーズンになりました。カープからジャイアンツに移籍して6年目、7番レフト丸義弘です。1番はセカンド吉川尚輝、今年も輝く道を駆け抜けます。そして今年のジャイアンツの開幕投手は自身初の開幕投手となりました戸郷翔征です。プロ6年目、初の大役、プロ野球の90年目、巨人の90年目の開幕投手を務めます。両チームのコーチそして選手たちがやってきました、はい、いやもう開幕ならではの興奮気持ちも高まってきましたね。まあそうですね。